石崎ヒューイは日本の男性シンガーソングライター、俳優。所属事務所はカリントファクトリー。所属レコード会社はエピックレコードジャパン。茨城県水戸市出身。血液型は A 型。名のヒューイは本名。茨城県水戸市出身。中学3年生の時、友人に誘われ結成したバンドマイティーダックでボーカルを担当。その後、 和光大学1年生の時にマイティーダックを解散し、2004年10月にロックバンドアストローコストを結成する。アストローコストで活動中、横浜市のライブハウスで須藤明と出会う。その後、須藤の後押しもあり、2010年11月にバンドを解散してソロに転身。2012年7月25日、エピックレコードジャパンからミニアルバム 第3惑星公共曲をリリースし、メジャーデビューを果たす。第3惑星公共曲は、スペースシャワー TV7 月度パワープッシュと、MON8 月度レコメンドと異例の CES2 巻を獲得。僕がいるぞ。の PV に携帯電話の番号が公開され、2015年3月19日から4月7日までの18時21時の間に、 本人がかかってきた電話に出るという企画が行われた。2015年6月、劇団鹿殺しのロックオペラ、彼女の起源で、客演主演を務め、初の演技へ挑戦。2015年9月25日、日本テレビのニュース番組、ニュースゼロ内、from ゼロのコーナーで取り上げられた。2016年12月公開の映画、安住春子は、行方不明で、 主演のアウィの相手役として映画初出演を果たす。2018年1月から放送の日本テレビドラマ、とどめの接吻主題歌の菅田正樹、さよならエレジーを楽曲提供している。2018年3月28日に初のベストアルバム、フーウィーベストを発売。4月12日には、代々木公演、野外ステージでのフリーライブが決定している。 ヒューイという名前は本名であり、星一徹とデビットボーイのファンだった母親が、一徹の息子、ヒューマとデビットの息子の贈位を組み合わせて命名した。幼少から母親の影響でデビットボーイ、トムウェイツなどを聞いて洋楽に触れていたという。中学時代は、スピード、シャランキューなどの J ポップを好み、現在はプロの歌手として、玉木孝二、井上陽水。 吉田拓郎を尊敬しているという。また、中学校3年生の頃、ボーイスカウトに所属していて、現在でもたびたび当時の活動をラジオで熱く語ることがある。吉田類に憧れており、酒場放浪記のお店を巡るのが趣味。交流のあるアーティストは、尾崎世界館、小山田総平など、自身が企画した台湾企画やメディアなどでも共演をしている。 尾崎世界観からは石崎が一学年上であるにも、かかわらず、弟みたいと、年下のようにからかわれる。2016年5月に発売した、花瓶の花は、デビュー前に友達の結婚式に書いた楽曲で、花瓶の花発売時には、津田正樹、青湯、古市賢樹、合力彩り目、その高音など多岐にわたる著名人がコメントを寄与している。菅田正樹は、 世界で一番好きなラブソングとコメントをしている。CD 初回生産に収録されているカビンの花をモチーフとした短編映画カビンに花が短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアジア2016のミュージックビデオ部門の優秀賞を受賞した。生々しく感情を歌い上げるボーカルとリアルな日常とファンタジックな想像が合わさった楽曲が特徴。 特にボーカルについては、マーティ・フリードマンから、歌ってる、最中の声に、震えがひしひしと感じられるという評価を受けた。石崎自身は、母親の影響を強く受けていると発言しており、楽曲に含まれるファンタジックな要素は、母親の影響が現れたものとしている。ライブでは、ピアノやギターによる弾き語りを披露することもあるが、基本的には、歌のみを担当している。 またライブ中はステージを所狭しと動き回っており、時折一風変わったジャンプを見せる。ありがとうございます。